どうもこんにちは、伊藤です。今日から今から原始反射の施術のデモンストレーションをしようと思います。原始反射が大人に残っていると落ち着きがなかったり、まあ、いろんな反応があるので、まあ、説明をしながら一つ一つ見ていこうと思います。ではこっち側向いて立って、はい、でこうやって指こうやって前に出してください。足揃えてこのままの指の状態で顔だけこっち向いてください。で反対向いてください。このテストは大丈夫なので、今度は顔こっち向いて、目閉じて、首だけ上向いてください。首だけ上、目閉じちゃおう。首だけ上。このままの状態、首だけ下。上。若干ふらつくのが分かるかもしれないですね。で、楽に下ろしてください。そのままいてください。で楽に足開いてもらってもいいので、足閉じて、もう一回指出してください。で、目閉じて、首だけ上。あんまりふらつかなくなりましたね。これ緊張性迷路反射っていう反射です。で、このままでいいので、まあ前やったこと覚えてると思うんですけど、腰をパーンってするので、叩かれた反動で歩き出してください。はい。これ陽性です。はい、戻ってきて。もう一回いきます。もう一回。で戻ってきてください。戻ってきて、はい、このままで大丈夫ですよ。ちなみにこの反射が残っていると新しいタスクを覚えるときにそれが苦手だと、新しい物事を覚えるのが苦手になってきます。それがスポーツの動きだったりもするし、いろんな、まあ、覚えることがすごく苦手なことにつながる反射です。ですか？新しいことを覚えるの苦手ですか？本当ですね。ちょっと時間かかります。まあ、もし今カメラで拾えてなかったら、まあ、新しい物事を覚えるのに時間がかかるそうです。目開けていいですよ、はい、でもう一回いきます。で腰をパンって叩きます。もうちょっと後ろの方かな。で戻ってきて、もう一回いきます、はい、さっきよりは自然な歩き出しかもしれないですね。もうちょっとやっておきましょう。さっきより自然な感じだなっていうのは分かりますか？よいしょっていう感じではないですね。この前ひどかったですもんね。はい。でもこの前よりちょっと良くなってましたね。そうですね。今やって感じではスムーズな感じでしたね、うん、ドタドタドタっていう感じはかなり減ってます、うん、不思議ですね。不思議なんです。ではもう一回いきますかなり自然になっていると思います、うん、ではここに椅子、あ、ベッドに腰掛けてください。向こうに向いて座る感じで、はい、楽にして手を引き上げるので楽にしててください。で OK です。仰向けでテストに、でごめんなさいね、眩しいですね、すいません。口元なぞります。これこそばいですか？あんまり、はい、大丈夫です。綺麗な大きい音とか苦手ですか？うん、ちょっと遠い音、はい、今の反応覚えておいてください、うん、急な音とか例えば雷の音とか、うん、急ブレーキの音とかに反応するのが苦手な感じですね、うん、これが残っておると、うん、急な環境の変化がすごく苦手、うん、
引っ越しとか新しい環境に行くとかいうのがすごく苦手。ああ、そうかも。あんまり好きじゃないかも。とかそういう新しい環境になれるのが苦手だったり不安になりませんか？ちょっとなりますね。慣れてないせいかと思ってました。サンの袋サンタさんも入れとったよ。まあ、反応が減ったかもしれない。そんなにビクっていう感じはない。で、次やることは僕がこう頭を持ち上げます。で、やることはこうやって首を下ろすんですよ。平たいのがね。僕もこうやって上げてるでしょ。はい、下ろすでしょ。で、この降りたって思った瞬間に手叩いてください。手拍子で一回叩くような感じです。はい、いきますよ。もう一回いきます。準備しといて、そうそこから始めていいんで、いきます。はい。ちょっとだけ遅れますね。大丈夫。どんくさいのかと思ってたら違うのかしら。もう一度いきます。手準備してください。いきます。早いですね。反応が早いし動きも早いです。はい、OK です。そうですね。あんまり前よりはね。では手だらっと楽にしておいてください。手こそばしてなんかゾワゾワってしますか？くすぐったい。ただくすぐったいだけ。ゾワゾワとはしない。では口開けてください。で、口開けたまま僕の手を握ってください。で、今度は手閉じて、口閉じなくて、手を開けた、あ、口開けても口開けたままで手を開けてください。はい、今注目、もう一回注目してほしいのが手開けて、あ、口開けてで握ってください。唇が反応しちゃうんですね、このあたりが。で、はい、手閉じて、口開けたまま手開いてください。開きますね、はい。これバブキン反射って言って大人でも 25% ぐらいは残ってる反射です。大人でもまあこの方お仕事からパン屋さんなんですが、この仕込みとかしてる時に肩凝ったり首凝ったりしませんか？ちょっと凝りますね。はい、そういう傾向にある反射です。筆圧高いとかありますか？全然、低め。口開けてください。これ手握ってください。はい、手閉じて手開いて。はい、 OK です。自然になりました。そう、自然になりました。先生、まだ眩しくて。ダメだ、先生、それダメですよ。これがどうなるか。きつい靴とか苦手ですか？ブーツとか。なんかきつい洋服も全部苦手です。とか、まあ、靴下もきっちり嫌ですよね。全部ゆるい方がいいです。こういう傾向にもあります。これはもしお子さんとかでなったら靴下履くの嫌いとか、きつい服嫌いとか、シャツとかね、短パンというかきついパンツ履くのが嫌い。結構清掃とかも嫌ですね。結婚式とか法事とか葬式のやつの、そうですね、疲れますね。
なんか体が落ち着いてる感じがあるかもしれないですね。ふわーっていう、うん、ちょっと落ち着いてきてる感じがしますね。うん、先ほどないで、まあ、ただこそがいだけですけど、うん、ゾワゾワっていうのがありましたね。もうちょっとあります。そんなでもなくなりましたね。さっきほどそうですね。こうされても別に。いやでもあんまり気持ちよくないですね。まあ最初ほどはね。では好きじゃないそれ。四つん這いになってください。はい。よいしょ。でこのままで、はい、頭上に。はい、で今度下に。もっともっともっと。こうすると肘曲げたくなりますか？ちょっと肩が凝ってると思ってるところ。はい。じゃあこのまま普通のままで大丈夫です。これこそばですか？ちょっとめくれますね。ちょっとだけ。ちょっとくすぐったいですね。こっちです。こっちですね。こっちですね。はい。この反射が残ってる人もきつい服を着るのが嫌な傾向になります。じゃあプラスアルファですか。さっきのとで。ちょっと失礼。あんまりなくなりましたね。もうちょっとだけあります、ね。そうですね。ではこのままうつ伏せで突っ伏してください。はい、ではこっち前ね、こっち下。でこっちの足曲げます。曲げてこうします。で、やってほしいことはこっちで腕引いてこっちで足伸ばそうとしてください。はい。はい、どうぞ。はい、逆。あ、今度は逆ですね。左手が前。でこっち足伸ばします。はい、どうぞ。こっち引く、そう、ね、そう、はい、大丈夫です。で、このまま手バンザイして足上げ落としてください。はい、大丈夫です。はい、OK です。立ってください。ここの上に、こっち。はい。じゃあ最後に、あ、こっち来てください。
向こう向いてください。歩き出しのやつやりますか。え歩きだ歩きやつやる。はい。あ、いかん。勝手に向きよった。はい。かなり変わってますね。こんな感じで原始反射の施術をやっていますが、大人でももちろんそうですし、子供でももちろん本を読むのが嫌いとか、でさっき言ってたきつい服を着るのが嫌いとか、子供でも大人でも両方ありえますし、じっと座ってるのは苦手で、これも子供でも大人でも両方あるので、こういう感じで原始反射を取っていくと子供も大人もいろんなメリットが、まあ、発達する上であるということなのでね、もし興味のある方は、いいねボタンだったり、チャンネル高評価、シェア、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。